ガト百鬼夜行は、安永5年に刊行された、鳥山赤炎の妖怪画集。全編影、全編用、全編風の上中下三巻。百鬼夜行とも、各体に一体ずつ妖怪の姿を描き、そこに、それぞれの名称を添えて紹介しており、携帯の画集で、現代の目から見れば、妖怪図鑑と言えるようなスタイルとなっている。題名に用いられた、 百鬼夜行とは本来は妖怪たちが集団で調了する様子のことであり、室町時代の百鬼夜行絵巻などはその通り妖怪の集団を描いたものだが、本書は妖怪を一点一点、個別の光景に切り分けて描いた点が特徴である。カッパ、天狗、猫股、タヌキ、キといった幅広く知られる有名な伝承に見られる妖怪も多く描かれているほか、テッや黒塚などや、 古今百、物語評判に見られる妖怪たちなど先行作で描かれている妖怪なども描かれている。幽霊、生き量、死量をそれぞれ別の構図で絵としている点も本作の特徴である。また、その他多くの妖怪は、かものづくしや、百回図鑑などといった絵巻を、石炎は参考にしており、これは彼が仮の歯で絵画の勉強をしていたことなども、 関係が深いと見られている。根弱画と俗百鬼、根弱百鬼周囲、百鬼つれずれ袋とある石炎の妖怪画集の中でも最初に刊行された作品であり、現代ではこの4つを総称して、画と百鬼夜行シリーズなどとも呼ばれる。根弱画と俗百鬼以降に見られるような解説文はないものが多く、解説文があってもごく短い解説に留められている。奥付けには、 ガト百0や高校編金国と予告があり、各館に前編ともついているものの、後編と題する漢本は存在せず、後に刊行された根尺ガト族百0がその後編に相当すると考えられる。大の角書きにあるガトの読みについては、ガズ、エズ、ガトなど様々に用いられており定説はないが、国文学者、高田守はガズの読みを推奨している。 鳥山石炎には、本作に登場する妖怪たちの一部が登場する絵巻作品の存在も確認されているが、その前後関係は明確ではない。石炎の門人であった、清水燕獣によるシャレボン、大通俗一騎夜行は、妖怪を登場人物に用いていることや、百騎夜行をもじった、一騎夜行という題名など、その影響の最も濃い作品の一つであり、 本作が登場する場面も存在する。江戸時代後期に反抗された教科集の中には石炎による一連の妖怪合衆に歌の台を取ったものもあり、石炎の周辺、同時代にいた教科師や下作者などの文化人を中心に、その影響は見受けられ、以後に描かれた妖怪を主題とした絵本の体裁や、海外明治にも一部明確な影響を見せている。 妖怪を描いた江戸時代のまとまりのある絵画作品として、特に1970年代から1990年代にかけては美術書や妖怪に関する書籍などを通じて広く、その名が知られるようになった。ありがとうございます。